送っていただきました。エスプレッソ6種類あるんですよ、この中に。6もあるんですね。いただきます。いただきます。最近の動画のコメント欄に来るのがめちゃくちゃ来んねんけど、ちょっとパパに相談したいことがあってさ。どうした？どうも、かさこです。どうも、ゆめさくです。お願いします。さあ、今日なんですけども、カジサック家の食卓やっていきたいと思います。来ましたよ。これね、もうシリーズ化してると言いますか。そうですね、何度もカジサック家でやってたりもするんですけども、あとトンリオ家もね、はい、やったりとか、あとツネ家もやってくれたりとか、結構ね、好評なのよ、はいはい、で、またいつかやりたいよねとかいう話をしていたらですね、なんと今回、ベースフードさんから、ご家族でうちの商品を食べてみませんかとお声掛けをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます、そしてですね、こちらのですね、ベースブレッドを送っていただきました。ベースブレッド、こちらが継続コーススタートセットパン12袋セットとなっているということですね。これね、6種類あるんですよ、この中に。あ、6あるんですね。これ2つずつ入ってるんですけど、1個ずつちょっといいですか。まずこちらがチョコレートですね、これ、チョコレート、そしてですね、こちらがミニ食パンレーズン、こちら、そしてシナモン、そしてカレーもあんねんな、カレー、そう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 、そしてこちらがコシアン、あ、いいですね、ありまして、こちらメープルと、はいはいはい、これ全6種類があるということなんですけども、これちなみにやけどメンバーも知ってるよね。知ってます。俺が知ってるの、もう安武、確かこれめっちゃ好きよな。ありがとうございますな。僕はもうあの発売当初からの大ファンでございます。お前ちょっと待ってくれ。はい、個人で仕事取るテンション。そんなことありません。これ前のめり感がエグいですね。数週間後あいつのインスタで上がってんじゃん。でもこれマジやもんな。本当にそうなんですよ、僕大好きで。だってコジサックにもね、そうやね、過去にね、チームカジサックでダイエット企画やったじゃないですか。やりましたよ。あの時にやっぱり食べれるもんっていろいろ選んでたやん、そんな中で安武が俺におすすめしてくれて、そうだそうだ、俺その時にこれ食べたんですけど、食べてたんですけど、いや美味しいのよね。そうね。そしてちなみに嫁サックも知ってんねんな、これ、そう、これ知ってて、コンビニで見かけて美味しそうと思って買って、低カロリーだけど栄養たっぷりだから、なんか置き換えダイエットとかにも使えるみたいだよ。置き換えダイエットってどういうことなの？だからあの3食、はるちゃんでーす。はるちゃん、はるちゃん気になるもんね、はるちゃんも。急に来たね、はるちゃん。にしても急だったの。今そこで遊んでたよ。来たくなったの。来たよね。まあ後でね、またはるちゃんも一緒にご飯食べますけども、置き換えダイエットっていうのはどういうことなの？3食のうちの1食をそういうダイエットに適した低カロリーのものに置き換えるっていうダイエット方法。なるほどね。で、1日3食あったとしたら、はるちゃんでした。1日3食あったとしたら、そのうちの1食をこう置き換えるみたいな、で、効果があるみたいな。あ、なるほどね。しかもカジサック、これカジサックも筋トレやってたじゃないですか。やってた。だからちょっと聞いたことあると思うんですけども、タンパク質、めっちゃ重要でしょ。タンパク質大事やね。そう、めっちゃ大事やねんな。大体1日に 60g ぐらい必要とされてるんですけども、これ1食でその半分いけます。半分も、約半分摂取できる。マジで俺らやってたやん。やってたよ。から分かるねんけど、タンパク質ってほんととんどん難しい。むずいのよな。だからこれサラダチキンでいうと 100g と同じぐらいの量がこれ摂取できるんですよ。めっちゃ良くなっちゃう。そうなんです。しかもこれさ、常温で保存できるの。1ヶ月ぐらい。1ヶ月、あ、常温でいけるんですね。そう、常温でいけるんです。だから、あの冷蔵庫とか冷凍庫とかの、あのスペースも確保できるし、あの主婦にもいいよね。めちゃくちゃええな。普通の菓子パンとかやったら、だってそんな日持ちせえへん。2、3人ですよね。でもこれだってさ、チョコレートとかメープルとかもあるからね。素晴らしいですね。あ、はるちゃんでーす。はるちゃんも自由だから、これでいいんですけども。でね、まあ今回このベースブレッドの話をですね、ちょっと家族にしたところですね、まあ嫁サッカーもちろん結構食べてるからあれなんですけど、当時がめっちゃ気になるって言って、当時ね、すごい興味を示して、やっぱり当時も育ち盛りっていうのもあるし、栄養のこととかも結構興味あんねやな。確かに確かに、筋トレしたりとかもしてるから。そうそうそうか。だから今回、まあ開催家の食卓というか、今回朝食になったりするんですけど、あの全員が全員これ食べるというか、まあ開催家の食卓シリーズやし、いつもの朝食も嫁サック準備してくれてるから、このベースブレッドを食べるのは嫁サックと当時以外の、メンバーは、いや家族をメンバーって、メンバーになってる。いやいやいや、メンバーって。いやでもいいと
分かりやすいから、ね、いやでも普段言うてないからメンバー集合と言うてない言ってないですね。他の子供たちと僕は普通の開催家の朝食でやっていきたいなと思います、うん、なるほど。ちなみになんですけどもちょっと今日本日カンちゃんがですね、うん、お仕事がありまして、はいはい、カンがいないんですよ。あらあら、いつかマジめっちゃ忙しい。忙しいっすね、カンちゃん。なんか毎日のようにお芝居の稽古だったりとか、うん、あとオーディション、今日もそうやん、今日稽古とオーディション入ってて、うん、あらちょっとスケジュールが合わなかった、うん、でもこれも家事作家のリアルなんですよ、うん、あ、なるほどね。朝食する食べるときに誰かいないとか、うん、結構あったりもするから、うん、それもリアルかなと思いますんで、はい、やっていきますか。じゃあ、はいはい、いつも通りの朝食です、はい、全然あの喋らん時間とかもあるからね。まあそうですね、うん、リアルな朝食ですもんね。もうここであえて俺がなんかブンブン回し出したちゃうからもうリアルでいこうと思います。んでいきましょうか。はい、ということで本日もせーの、オナシャス。言うてないやん、オナシャスって。シャスって言ってた。シャス。シャス。いただきます。いただきます。そうか、これせっかくやったらさ、カジサック家の朝食だから、これぐらいはちょっと見てもらおうかな。うん、ね、うん。ママ作ってくれたしな。うん、ちなみに。こんな感じです。見えてるかな。うまそうです。パパはよく焼きで。そうなんですよ。うん、これはよく焼きでが好きっていうところで。食べるとこう食べてこう。食べてこう。これ当時カレー焼いてくるかな。あ、カレー焼く？うん。なんか焼くのもええみたいな感じだった。美味しそうだからちょっと焼いてくるわ。当時ママの子目つぶる。オッケー。当時はシナモンとカレー。うん。1個がコシアンとメープル。コシアンとメープル、うん、うまそう。おいしい。おいしい。じゃあ私いただこうかな。うん、うまっ。おいしい。どうですか。おいしい。おいしい。食べられてるなんてね。それええよな、うん、俺もやってる時に安田君に勧めてくれた時にさ、うん、チョコ選んだもん。うんうんうん、うん、いただきます。どう？うん、しっとりして、しっとりしてるんだ。うん、前、何回か食べてるときはこちらは食べてなかった。うん、初めて。うん、あんこ嬉しい。あんこ、うん、嬉しい、うん、あんこ好きやもんな。考えなくていいっていうのはすごいいいなと思って、うんうんうん、子育てしてる人が、うん、すごい楽ちんだな。ママにもいい、うん、ってことね、うん、最高や、うん、これどうよ。おいしい、うんうん、入れてきたよ。ありがとう。どうでも食べてみ、うん、軽くてみ。確かにカレーは焼いた方がうまそう。うん、おいしい。うまい。うん、どんな感じ。甘めのカレー。いや、ちょっと辛め。いいね、うん、これさ、なんか部活帰りと か、 なんか軽食として良さそうだね、これ。めっちゃおいしい。栄養取れるしな。うん、うん、ええやん。筋トレとか、なんかタンパク質入ってるって書いてあったからさ。せやね、最近興味ある、うん、そう、筋トレちょっと興味あって、これ筋トレに良さそうだね。っていうか、そうね、どんだけでかなる予定ですか。
予定では175センチ目指してます。目指すは、うん、175、うん、175ってことはチームカジサックのメンバーの中でもだいぶ高い方になるな。ユージと爪が180ぐらいあるから、うん、高いよね。安武さんより高いんじゃん。175あった。そうだね、うん、見下ろしてみたいね。安武さんのことなんて、うん、安武さんのこと見下ろしてみたい。あ、夢がある。うん、コジもなバーン伸びるかもしれんしな。うん、最近の動画のコメント欄に来るのがめちゃくちゃ来んねんけど、とにかくもうここに来てコジとママの顔が似すぎてるっていうね。やっぱ髪型変えたよ。そう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 、ちょっと髪型似てる感じになったから余計に、ね、余計かもしれん。よう言ってるかもしれんけどな、あれやん、やっぱりママのお父さんがむちゃくちゃ身長高いやん、うん、ママも女の人の中では高い方でしょ。うん、俺はね、コジあると思ってんだよ。コジどれぐらい欲しいの、いつか。いや、160以上は行きたいよ、さすがに。あ、最低はそれぐらい欲しい、うん、最高は最高 ?180 コジ180だからね。抜かれたらめっちゃ泣えるんだけど、コジ弟に。そういうのあんねん、やっぱり、うん、でも当時もさ、中学校の時ずっと一番前だったから、うん、で、じいじも中学校の時前から2番目だったって言ってたから、うんうん、それで高校で182まで行ったから。すごいね。180まで行ったから、あるよ、うん、あるよ。お父さん何センチだったっけ。あの、40過ぎてからちょっと伸びて182になる。40過ぎてから伸びたの。でも俺もやからな。そうだね、うん、確かに182か2、高いよな。せんちゃんはどうな、身長119。うん、どれぐらい伸びたい。うん、うん、あるの、これぐらい身長欲しいなみたいな。大きすぎたのなんか、だから、うん、172くらい。高っ。160。いやいや、いいんだよ、172、うん、全然、うん、モデルさんとか、モデルさん見た、うん、161くらいがいい。ママぐらい、ママぐらい、そういう面でも栄養って大切やからね、うん、これ食べたら身長伸びるかもね、うん、身長どうなんやろうな、ね、うん、でもタンパク質って筋肉も増やすからなんか伸びるイメージある。確かに、うん、メープル美味しい。あ、美味しい、うん、メープル、なんかあのちょっとサクサクってするところがあって、うん、楽しい、食べてて美味しい。こんな種類あったんやなって感じ、うん、はい、この食べた時ってコンビニで買ったんかな、あの時。そこまで種類、6種類もなかったもんね。トイレ行ってきます。行ってらっしゃい。めっちゃ食べてるやん、はるちゃん。うん、すごい。ね、ね、お腹空いてた。うん。最高や。てんちゃん、どうなん、小学校生活はどうですか。友達とかが、うん、いっぱい増えて、うん、どんどん学校の生活が楽しくなって、うん、せんちゃんがさ、一番って言ってくらい学校楽しんでるな、うん、楽しそう。なんか、あーでも、せんこじが楽しそう。あ、こじもか、うん、こじはきーちゃんとすごい仲いいからさ、うん、それも余計にあるんじゃない。それで言うとさ、うん、せんちゃんがね、大親友がいたんだよね、お引越しをしたんだよね。すごい寂しかったけど、でもこれ今の時代ってな、思うのがさ、うん、スマホがあるやん、子供用、うん、携帯が、あれで連絡取れるっていいよね。うん、うん、どうした、何もない、うん、あられに
これ喋り終わっちゃうよ。早っ。もう一個がシナモン。シナモン。最高だ。ね。この間も泊まりにいたもんね。うん、大親友のところに。また可愛いんだよな。うん。ね、ここが俺らの時代だったらさ、だって友達とか親友が引っ越して小学年したらもう連絡取るすめなくなかった。当時もか、当時はまあギリギリキッズ携帯入ったけど友達とは繋がれなかったから、うん、もうか、うん、私はだって10件までとかじゃなかったから登録できんのか、うんうん、確かに子供にもそうやって優しい時代にはなってきてる、うん、大丈夫か、うん、軽くトイレ行った。カニのトイレ。当時はどうなん学校ん、学校どう？楽しい。楽しい。もうすぐ小学校終わるやんな。うん。このまま小学生でいたいか中学校行きたいか、早くどっちなの？このまま中学校行きたい、早く。分かるだ、どう？シナモンめっちゃうまい。めんちゃんはびっくりした。一口いる？食べようかな、どうぞ。うん、ちゃん、うん、ちゃんね、早く大人になってみたい。早く大人になっちゃう。なんだよ。大人になったら、いっぱいいろんなことができるから。例えば夜とか。だからあれだね、せんちゃんってちょっとかんちゃん見てるからさ、ちょっと憧れみたいなのあるんだよね。ももりさん、メイクとかもちょっとしたいしね。じゃあちょっともらうわ、うん、いただきます。うまい。うまいよね、うん、食べたい。はるちゃん食べてみる、うん、あれ、うまっ。シナモン、うん、これと、あれこれ一回食べたことあるみたいな、何回か食べたことあるんだけど、うん、こんなしっとりしてたっけなと思った今、ね、うん、シナモン美味しいの、めちゃくちゃうまいやん、うん、どう？おいしい。おいしい。うん、おいしい。うまい。おいしいね。こじが中学生だよ。早いね。やばくない？もう中学生。ママが多分悲しいんじゃうよ。ずっと言ってるね。なんかこじはやっぱり子供できてほしいみたいな。こじがもう中1か。だってさ。それで言うとさ、うん、この家事作家の食卓って何回もやってきてるけど、うん、もうすでに成長感じるやん、うん、昔の子じゃったらもうバンバン喋ってたよ、ここで、うん、なんや言うて、もう落ち着いたもんな、うん、成長だよな、うん、あとあれが楽しみなんだっけ、あの中学校になったらなんか旅行行くじゃん、なんだっけ、修学旅行、あのパパと、ああ、卒業旅行、卒業旅行、あ、撮影で、そう、かわいいな、お前もう楽しみな、そう、もう楽しみ、ここ行きたいとかあんの、ね、なんとなく決めてる、カンナとかも行ったもんね、うんうんうん、当時は中学校の時に行ったのか、そう、当時は中学校の時に行ったの、卒業旅行みたいな、うん、絶対行こうな、うん、あ、せんちゃんも行ったか、幼稚園の卒園、うん、な、ママおかわり、はいよ、いった、オッケー、当時はどうなんや、うん、高校生活だ、高校、うん、楽しいよ今、楽しい、うん、部活も変わったからさ、そうやん、そうだよ、パパ、うん、ね、あれちゃんブドウ狩り行ったの、ブドウ狩り行ったな、楽しかった、で、そのボーリング部、ね、ボール部からボーリング部になって、うん、で、やっぱボーリング部のさ、その同級生のやつがすごいいい人たちばっかりで、うんうんうん、ですごい親友もできたし、うん、なんかご飯とかもいっぱい行くようになって、友達となんか、だいぶ変わったよな、うん、なんか一時期ちょっとこう楽しくはあったけども
ちょっと人間関係のこともあって、うん、ちょっと休んだりもしてたやん、バレーボール部を。けど、まあ、当時が決めてさ、ボーリング部入ってからはめっちゃ楽しそう、うん、だけど、うん、よくパパに怒られるようになったな、うん、そうだ夜中、もう仲良すぎてボーリング部の友達と一緒にもうそういう時代やな、繋いでゲームできるからな、うん、なんならつい最近怒られたし、つい最近そこそこデカめの雷落ちたな。そうだねその雷にセンちゃんがビビってたからその雷で当時ずっと足震えながら寝てた怖い怖い、やばいやばいやばいってやっぱりルールが、うん、センちゃんビビってたっけ。うん、そうあったよ。いつ？昨日。昨日。本当に昨日やん。え？うん、覚えてない？昨日の夜。え？覚えてない。え、でもセンちゃんビビってる。めっちゃ怒ってたねって言って。ああ。ルールがあるからな。うん。本当に楽しいもんな。今一番楽しいから。ほんでめっちゃボーリングもらってるしな。そうだよ。こないだ大阪行ったやん。うん、で兄サックと、うん、おいサックとボーリング行った時に、はい、お兄から俺 LINE 来て、うん、当時やばいな、うん。あんな上手ってんのかボーリングみたいな。めっちゃカーブ。鬼？あそう。鬼？ん？鬼って言ってあ、鬼じゃなくて鬼、鬼じゃん、パパはね。だって言ってもそんな経ってないやん。2ヶ月くらい、うん、でもうその実力なら大会出れるよって言われるくらい。マジで、うん、それをちゃんと維持できればだけどね。うんうん、パパ、うん、パパのさ、パパのパパに携帯出てきたら鬼鬼。パパの携帯に鬼出てこないよ。なんか見たことあるの？あ、それとあのあれ怒られた時さ、めっちゃ前だけどママの携帯からさ、あの、ああ、鬼の電話みたいなやつあるじゃん。うん、そうだ。たまにね。よく覚えてるね。我が家ではちっちゃい子が悪さをすると鬼さんから電話があってくるんだよな。うんうん、懐かしいなこれな。うん。うん、あそう。食べるこれ。水おかわりやってきます。食べてある。そうだ、ちょっとパパに相談したいことがあってさ。どうした？そのボウリングの話なんだけど、うん、あの前までは調子良かったんだけど、うん、最近ちょっと落ちてきて調子が。うん、そう。で、あのカーブが全然曲がらなくなっちゃったのよ。はいはいはい。もうその今まではちゃんとここに投げてやればストライク取れるみたいな安定できてたんだけど、うん、最近はなんかその。絶対ここ曲がるってところで曲がらずにそのままストレートで行っちゃって、うん、でなんかスコアが全然伸びなくて、うん、毎回100とか110とかになったままになっちゃってて、うん、でそれよりもっと上目指さないとやっぱその大会でも勝てないし進めないわけだから、うん、ちょっとそのカーブのパパって昔ボウリングいっぱいやってたんでしょ。ボウリング得意だったね、うん、だからそのカーブのそのコツとあとはそのすごいいい成績を残すなんていうかメンタルの保ち方を教えてほしい。パパのことアスリートや思ってる。だってすごいうまいじゃん全体的に。メンタルの保ち方やと。でも、うん、そのごめん技術に関してはわからないんだけど、うん、それコーチいるでしょ、うん、部活で。それはあの聞いたらいいと思うんだけど、うん、そうだね。もうなんスポーツだけじゃなくても全てのことにおいてだけどやっぱりな、人間ってもうメンタルやから、うん、な中でもスポーツは特にメンタル大事だから、うん、本当に。ね、たくさん納得できるまで練習してもうこれだと大丈夫って思えるぐらい努力してきたらメンタルって保たれるというか、やっぱり自信がなかったりとか不安になるっていう気持ちになるとやっぱりメンタルが崩れていったりするのね。大丈夫かなとか。でもそれって人間だからしょうがないんだけど、でもたくさん努力した結果もうこれだったらこれで失敗したらしょうがないやと思えるぐらい練習してたら結構メンタルが保てるんじゃないのっていう。ご飯買う。お、いいよ。あとイメージトレーニングも大事じゃない？なるほどね。ちょっと実践してやってみる。パパだって M1。パパ。はい。ごちそうさま。はい。はい。オッケーです。食べました。
M1 に出た時とか、うん、もうあなたたちには見せてないけど部屋でさ集中してもうイメージトレーニングとかもめっちゃしたもんね。もちろん西野もいないよ、うん、パパ一人で頭の中でイメージしてここちょっと受け弱かったらっていうパターンとか、そういうイメージトレーニングもたくさんしたし、そう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 、緊張なんか絶対するんだから、ただその緊張をどんな緊張にするかっていうところが俺は大事かなと思うってこと。緊張なんか絶対するやん。いい話を聞けてる。結果アスリートみたいなこと言ってたな。そうだね。やっぱ嫁さんもどうなの、ママはさ、うん、メンタルって強い方なの？メンタル激弱じゃない？絶対弱いと思う。なんかママからよくそのママさんバレーの試合の話とかよく聞くけど、うん、絶対弱いと思う。メンタルダメ？ダメ。メンタルダメ。いや私そんな風にこう日の当たる場所にいたことないから。パパそんなことない。はるちゃんがお昼ご飯撮影した時さ、うん、かゆいさ、パパがついでか、はるちゃんが目のかゆくなってた。あー、そうだね。とろろがね、とろろがかゆかったんだよね、前の時。あ、それ痛かった。うんうん。はるちゃん、とろろ食べるとちょっとかゆくなっちゃうってね。うん。せんちゃんもだね。あ、せんちゃんもね。昨日、そんなこともないでしょ、だって私、だからそういう、なんていうの、特に運動とかさ、で、そういう選ばれたこともないから、うん、こう大舞台でなんかやるとかはないないねや。ないだから、ほら、ブラスバンド部とかさ、みんながいるから、うん、自分だけじゃない。確かに、うん、そういう時は大丈夫、個人ってなるときついけどね、センちゃんメンタル強いよな。俺そんなにメンタルな。強くない？うん、強い。コジも結構強そうな感じするというか。いや、でもそんなメンタル強くないよ。いや、絶対強いでしょ。メンタル。いや。だっていろんな人がよ。コジが、なんか学校の発表会でさ、ごっつええ役やってたやん。うん。見に行った時にさ、こいつめっちゃメンタル強いやんって思ったけどな。いや、でも、やる前にめっちゃ心臓バクバク言ってた。あ、言ってたんや。よし、やばいっつって。ほんと、でもそれこそオフ会とかさ、やった時にもうすっごい堂々としてるやん。まあその時はなんかみんながいるからなんか楽しめる。うんうんうん、素晴らしい。確かに。いや、でもちょっとせんちゃんは緊張しいかも、新体操の発表会で言うと。ああ、ただちょっと表情が硬くなっちゃう。緊張してんのかなと。緊張はもちろん絶対するんだけど、そこでちゃんと結果を残してるのがパパすごいなと思うんだよね。そこがメンタル強いところかなと思うというか、だってオフ会でもさ、1000人の前で一回ピアノ弾いたでしょ、うん、あの時もめちゃくちゃ1000人緊張してたけど、うん、でも練習通りというか、まあ、センちゃんの中ではちょっと納得できないところはあったかもしれないけど、ほぼ完璧にできたよな。あんなんやばない？だってさ、7歳の時にさ、1000人の前でピアノ一人で弾くなんて、そんなメンタル強くなってけへんと思うのよ。7歳だからかもね。1000人いるってそこまで思ってないかもしれない。ああ、そういうことね。あんま気にしないってこと、そういうの。あと凄さが、美味しかったパン。美味しかったね。うん、美味しかった。コジ目玉焼き全然食べてないやん。いや違う。最後に残してんだよね。そう。いや食ったね、しっかり。うん、いやうまかった。けどセンちゃんめちゃくちゃ食ってたよね。最近めっちゃ食べない。美味しい。うん。ママのご飯が美味しいからって。うん、最高だよ。残したくない。うわい、めっちゃいいやん。泣いてやろうかな。ああもう一回聞かせて、どうやった？いや、美味しかった、本当に。最高だった。最高だった。バッバッ。はるちゃんも最高だった。はるちゃんも最高だって。バッバッ。これだから、
なんだっけ、置き換え、置き換えダイエットにもできるし、ね、もできるし、うん、まあ、当時は単純に栄養とかできるよね、うん、じゃあみんなでごちそうさましますか、はい、はい、せーの、ごちそうさまでした。さあ、というわけで、今回食べたベースブレッドはですね、ウェブでの購入がとっても お得でございまして、うん、なんと1食408円で抑えられると、うん、これすごいよね、うん、コンビニとかで買うより、うん、ネットの方が80円ぐらい安いよ。確かに、うん、80円って結構でかいよ。安い安い、ね、うん、しかもですね、継続コースで購入するとさらにお得になるそうで、うん、定期便だと初回はなんと、うん、20% オフです。20、そして2回目以降もね、はい、ずっとですよ、2回目以降もずっと 10% オフで購入できるそうです。ずっと、そうなのよ。そしてそして、うん、入会金や年会費、解約金もないので、好きな時に始められて好きな時にやめられる。なるほど、うん、これもいいじゃないですか、うん、すごい。そして今回ですね、開作チャンネルの視聴者の皆さんには特別に、はい、期間限定で使える1000円オフの限定クーポンコードを配布させていただきます。1000円オフ。さらにまだ終わりませんよ、はい、定期便限定でですね、今だけこちら、はい、ご覧ください。ベースクッキー3袋を無料でプレゼントさせていただきます。クッキーも、そうなのよ、無料で、無料、はい。というわけで結構ね、こうお得な情報をバババーと説明させていただきましたが、はい、詳しくは概要欄の方に書いておりますので、ぜひ、ご覧になってください、うん、では最後にお礼言いましょうか、はい、はい、ベースフードさん、せーの、ありがとうございました。最後まで見ていただきありがとうございます。インスタグラムのフォローお願いします。X のフォローもお願いします。TikTok のフォローもお願いします。またお会いしましょう。